300円安いですね。ありがたい。もう1枚ですからね。へえ、出たな。そこにあるんでね。めっちゃ一気に体感進んでました。そこら辺とかも全部1日300円ですもんね。安いな、いいですね。で、電車が止まっとるけど、今回はね、長島に行くんでね、紀勢本線で行くわけでございますね。お前は何を言ってるんだとね、言われそうな気もしますけど、紀勢本線で行きますよ。あの長島に行けるんですよ。ここから、ね、乗り換えなしで行きますからね、便利ですね。で、朝はこんな感じでいっぱい、結構列車が止まってましたね。電車が止まってました。で、関西本線のね、あれですよね、名古屋方面にね、ラッシュ時間を一気に通勤ラッシュで出すのに、多分ここに、こう、溜めといてね、片方方向にね、ガンガン流していくっていう作戦なんでしょうね。1時間あたりね、8時台、7時台だけは多いですもんね。朝日眩しい。これはきっとガラッと様変わりするんでしょうね。将来的にはね、リニアが来るわけですもんね。一応予定ではこの2人に。神山的にはですから、リニア早くしてっていうね、気持ちなんだと思いますけどね。さあ、で今日はね、青空降りとか、関西線の方は、もう次第から動いてますからね。始発は一番早いですよね。しまったな。ここでは買えないよな。買えないな。6時、6時からやから。6時8分に乗ればいいんだから、6時8分だから、まあダメだ。ちなみに、どこに書いてあったっけ、770円ね。770円でね、往復で1540円ですからね。あ、じゃあフリーパス使ったら全然お得やないやないかとね、思われそうなところですけどね。ああ、あれですよね。途中でね、押したいとか、また別のところにね、行ったりもするわけですからね。それでだと思いますよ。なんかね、計算したらね、そっちの方がお得ってなったんでね。神山ですか。神山から中島です。なんかいろいろ昔のやつだな。このくらいのやつが記憶にあるけどな。もうちょっとあるか。
そういうのここに気をつかに出るなってなくなったよな。自販機に買おうとか、そうですね、本当に。あ、そう、ちょっと一瞬びっくりしたのが、駅前の方に入ってくる、斜めにね入ってくる道が、名古屋方面の方からね入ってくる方面のところが塞がれとってね、え、どうやって入ったらいいんですって本当にわからなくて結構焦りましたけどね。なんかちょっと迂回して入ったりするような形になってるのかな。うん、一応なんかこれのわけではないみたいですね、駅前のですけど。そう、駅前のその道路案内もね封鎖されとってっていう感じでしたね。多分これ取るかにあれでしょうね。まあ、最終的にはまたそこから入れるようになるんでしょう。その道が正解になるっていうわけじゃないです。一時閉鎖って感じですね。さあ、あと20分。とりあえずちょっと、あくまで待ちましょうか。相手からはちょっと急いで乗らないといけないな。駅前の案内がありますけどね、ちょっと神山って独特なんですよね。駅があって、駅前にねその商店街とかあるわけではなく、なんとね、どの辺りが商店街って言ったらいいかな、旧東海道か、で国道1号線沿いでこの辺りかな、あの神山食堂さんね、うちが取材させてもらった、ところがあったりするんですけど、本町とかが、どっちかというと、この辺りですよね。が、どっちかというと、昔からの商店街とかがある、市役所があって、商工会館があったり、なんか全体的にちょっとばらけてるんですよ。そう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 。うん。ふわっとばらけとってね、でどっちかというと、使うことが多いっていうと、エコーさんとか、この辺りのところか。飲食店とか、まあ、消毒施設多いのかなというイメージですけどね。前にいた時に撮った、何だったっけ、改革クラブ行った時もここエコーのとこですよね。うん、難しいな。20分あるのか、15分あるのか。あ、とりあえず切符売り場まで待つか。よし。